隠れちゃったままなんですが、ちょっとなもう見つからないので中に入ってきました。いろいろ写真とか、子供のいろいろ飾っておって、ここも100周年を迎えたみたいですね。バティスチャーチのサクラメントが100周年というふうに相当昔からやってますね。こちらには中に入ってきてますので、中はあのことは分かるんですが、さてさて、あ、こっちじゃなかった。こっち習字が飾ってあるみたいですね。どっちだったっけ。ちょっと迷ってしまいました。また食べ物の売ってある方に行けばもしかしたら会えるかもしれません。そこは多分か、普段は何なんでしょう、体育館かなと思いますが、ここでうどんを販売しています。他のところでチケットを買えば結構うどんを販売しています。池の方の竹花も飾ってありますので、そちらへちょっと行ってみます。